シドミードは僕はもう中学生の頃から追いかけてた人で、本当に憧れのプロダクトデザイナーであり、ストーリーテラーというかですね、究極のフューチャリストだと思ってます。彼が作り出した未来っていうのは、現実になってる、現実のような、空間そのものを作ってたりですね、そこにあるストーリーっていうのはものすごく綿密に織り込まれている、凄まじい絵だと思ってます。今回、改めてですね、この数の原画が見れるということで非常に楽しみにしております。で、まあ僕らみたいなプロダクトデザイナーだけではなくて、もうありとあらゆる人にとって刺激的な展示会になっていると思いますので、まあ自分自身も楽しみにしておりますし、多くの人に見に行ってもらいたいなと思っております。以上です。ありがとうございます。